ショーン・パトリック・ハニティはアメリカのトークショー司会者、作家、保守系政治評論家、全国ネットのラジオトーク番組、ショーン・ハニティ賞の司会、およびケーブルテレビフォックスニュースのニュース番組、ハニティの司会を現在務めている。その政治思想から物議を醸し出す人物としても知られている。アメリカ大統領、バラク・オバマの国籍陰謀論を擁護したほか、 2016年、アメリカ合衆国大統領選挙での不正投票に関する変更報道など、数々の陰謀論を展開したとして、批判を受けた。また、共和党、ドナルド・トランプ大統領候補を過度に支援する姿勢に、対し、保守派や専門家からも非難された。主な受賞に、マルコーニラジオ賞、言論の自由賞がある。出版した。 書籍三冊はすべてニューヨークタイムズ紙のベストセラー作品である。ニューヨーク州ニューヨークで母リリアンと父ヒューハニティの間に生まれ、二人の姉妹がいる。祖父母は全員アイルランド移民である。ニューヨーク州フランクリンスクウェアで育ち、中学はニューヨーク州ヘムステッドの精神神学校、高校はニューヨーク州ユニオンデールのセーピウス X。 プレパラトリー神学校に進学した。ニューヨーク大学及びアデルファイ大学中退。ロードアイランド州オーリックのニューイングランド工科大学に進学した。幼少期から夜の星系、ラジオ番組を好んで聴取していた。ハニティは、時事問題や政治家を題材にし、独自の視点で見解を述べる星系の政治トークショーをテレビ及びラジオを通じて提供している。 副大統領、リック・チェーニーとのラジオ、テレビ対談パーソナリティを務めるトーク番組、ショーン・ハニティ昭は1990年から地方局で放送開始し、2001年9月10日からは全国網で放送され、5年後の2006年にはアメリカ全土500以上のラジオ局で聴取できるまでに拡大した。キャリア初期、ハニティのラジオ番組デビューは1989年。 カリフォルニア大学サンタバーバラ校の大学ラジオ局 KCSB に遡る。当時はゼネコン職員としてカリフォルニアで勤務する傍らボランティアベースで KCBS のラジオパーソナリティを務めた。当時を振り返り、司会業は得意ではなかった。ひどい出来だったと語っている。ジーン・アントニオのエイズに関する継承本を 番組で二度にわたって取り上げ、レズビアンのリスナーからの電話に対し、あなたのお子さんがかわいそうだと番組内で発言した。これを受け、KCSB は、開始から数週間で番組打ち切りを決定した。その後、アメリカ自由人権協会サンタバーバラ支部からの抗議、などを受け、後に、KCSB は、ハニティ解雇を撤回するが、ハニティは、復帰を拒否した。ローカル局時代、 KCSB を去った後、ハニティは、ラジオ業界市、ラジオレコーズに求人広告を出し、自らを、アメリカで最も物議を醸し出した大学ラジオ局司会者と宣伝した。広告掲載の直後、アラバマ州は先ズのラジオ局、WVNN が、ハニティを午後のトーク番組司会として起用。1992年には、ハンツビルから、 ジョージア州アトランタのラジオ局 WGST に移籍し、ニール・ボーツが担当していた放送枠を引き継いだ。全国ネット時代1996年、ハニティは WGST を退職し、ニューヨークに渡った。ニューヨークのラジオ局 WBC は、クリスマスシーズン、夕方の帰宅時間帯の放送枠にハニティを、司会として、大起用した。 翌年1997年1月、WBC は、ハニティと専属契約し、新役を担当させた。1998年1月からは、夕方の帰宅時間帯の放送枠に、再び移動し、2013年末までの間、WBC の5個放送枠を担当し続けた。同番組は2006年から、米軍放送網のラジオでも聴取できる。二千四年、ハニティは、 WBC を参加に収める ABC ラジオと5年で2500万ドルの延長契約を締結。2007年6月、シタデルコミュニケーションズの ABC ラジオ買収に伴い、シタデルは2008年7月、ハニティと5年で1億ドルの契約を新たに締結した。2011年9月時点で同番組の週刊視聴者数は1400万人強に上り、全米。 第2位にランクインした。2006年9月、グループ参加に80以上のラジオ局を抱える、全米1位のラジオ放送網事業者、クリアーチャンネルコミュニケーションズと3年契約を結んだ。この契約には、ヒューストンの KTRH、フェニックスのクファイ、ピッツバーグの WPGB、コネチカットの WKRC、グランドラピッツのウッド、タンパのワフラ、サイアントニオの多い、 ナッシュビルのワラック、メンフィスのレックといった主要ラジオ局が含まれる。2013年9月、アイハート参加のラジオ局プレミアネットワークスと長期契約を更新した。2014年1月からはアイハート参加のニューヨークラジオ局を O で午後3時から6時の放送枠で番組司会を担当している。2014年初頭、サレムコミュニケーションズ参加のラジオ各局と、 契約締結した。この契約には、デトロイトの WDTK、シカゴのウィンド、ワシントン DC の WWRC、ダラスのクスキーが含まれる。番組主題歌、ショーン・ハニティショーのオープニング主題歌には、カントリーミュージック歌手、マルティナ・マクブライドの楽曲、インディペンデンス・デー、およびロックバンドのサバイバーの楽曲、アイ・オブ・ザ・タイガーが使用された。なお、インディペンデンス・デーの作詞家、 グレッチェン・ピーターズは政治家ではなく家庭内暴力を扱った歌詞であるとインタビューで語っている。歌手マク・ブライドはハニティーの番組内で自身の楽曲が使用されていることに否定的でありながらも使用停止できないため番組から支払われる楽曲使用料を寄付に充てている。2014年5月現在番組オープニング主題歌はカントリーミュージックのフロリダ・ジョージアラインの This is how we roll に変更されている。保守政治活動協議会でスピーチする、ハニティ1996年9月、FOX ニュースの共同創業者、ロジャー・エールズは、当時知名度の低かったハニティに目をつけ、課題ハニティ &LTBD で番組に起用する、ことを決定。その後、アラン・ゴルムズを共同司会者として迎え、ハニティコムズの番組名でスタートした。 当番組では、ハニティが、保守派、コルームズがリベラル派の立場を取った。ゲスト出演者とたびたび火花を散らせることがあった。カトリック系、団体ヒューマンライフ・インターナショナル代表の、トーマス・ジェイユー・テニュア・シンプは、番組上で、ハニティが、否認問題に対するカトリック教会の方針に、異説を唱えていると急断した。これを受け、ハニティは、カトリック教会から破門されることがあれば、 ジェリー・ファルエル牧師率いるトーマス・ロード・バプティスト教会に乗り換えると反発した。2007年1月、フォックスニュースの日曜夜、新番組、ハニティのアメリカを放送開始した。2008年1月、ハニティコルムズから、コルムズが司会交番することが発表される。2009年1月9日のハニティコルムズ、最終回放送後、ハニティの番組名で、 同放送枠を引き継ぐことを発表した。ハニティは、日曜夜、番組、ハニティのアメリカの番組フォーマットを踏襲している。これまでに3冊の書籍を執筆し、すべてニューヨークタイムズ紙のノンフィクション部門、ベストセラー入りしている。1冊目は、計17週、2冊目は6週連続で、ベストセラーにランクインした。ラジオ番組収録場所への車移動中に、 テープレコーダーに音声を吹き込んで執筆原稿を口述筆記したとハニティは語っている。2003年以来ハニティはチャリティ募金を目的としたカントリーミュージックのフリーダムコンサートを開催している。2006年のコンサートでは500万ドル以上を集めた。保守派のカルトーマスとリベラル派のボブベッケルは著書コモングラウンドの中でハニティを ジェームズ Q ・ウィルソンを継承し、政治をに極化させる放送業界の主導的存在だと述べた。トーマス・トベッケルは、ハニティーが思想の異なるグループ間の対立と差別化を先導するような人物や文化、イデオロギーを強力に擁護していると評した。バラク・オバマ大統領は、アメリカ生まれだと信じつつも、国籍陰謀論をたびたび取り上げ、出生記録の公表を求めた。 またドナルド・トランプをはじめとした国籍陰謀論者を擁護する立場を取った。ハワイ州による公式出生記録をオバマが2008年に提示した後もハニティは出生記録を公表すべきだと主張し本当に出生記録が存在するのであればホワイトハウスは公表すれば良いだけで世論も納得するだろうと発言した。2016年10月 ハニティは再び国籍陰謀論を蒸し返し、ケニアへの片道航空券をオーバマ大統領のために購入する用意があると述べた。ドナルド・トランプ候補保守派、とりわけ共和党、テッド・クルーズ候補の支持者から、ハニティは批判を浴びた。それは、2016年の予備選挙期間中、ドナルド・トランプ候補に過度に肩入れし、他の候補者よりトランプ候補を 番組で取り上げているという指摘だった。CNN の報道によると、ハニティはインタビューを通じ、トランプと同意見、またはトランプは正しいと頻繁に述べ、より詳細を聞き出そうとしたほか、批判の声を無視したりトランプを擁護したとされている。2016年のラジオインタビューでは、クルーズとハニティの緊張対立が極度に高まった。同インタビューでクルーズは、ハニティを トランプの強硬な支持者と呼び、一方のハニティはクルーズをこちらのまっとうな質問に対し、レッテルバリばかりしていると応酬した。2016年8月、政治記者ジム・ルーテンバーグはメディア界でトランプの強力な支持者はハニティ以外にも存在する。ハニティはトランプのアドバイザー役としても機能していると評し、数ヶ月にわたってハニティが トランプに選挙戦略やメディア対策の助言を行ったとの関係者証言を報じた。ルーテンバーグの主張に対し、ハニティは、ドナルド・トランプ次期大統領を熱望する事実を隠したりはしない。また私は自分をジャーナリストだと称したことも一度もないと反論した。ハニティと対立したトランプ不支持の保守派には、時事雑誌ナショナルレビューのジョナ・ゴールドバーグ。 ウォールストリートジャーナル国際問題担当のブレット、ステファンズ、ナショナルレビューのリッチ・ローリーなどが挙げられる。ヒラリー・クリントンをめぐる陰謀論2016年大統領選の期間中、ハニティーはたびたびヒラリー・クリントン及び民主党の陰謀論を展開した。それはクリントンが深刻な健康状態であり、メディアが意図的に隠しているとする内容であった。また、 クリントンの写真を使って健康状態を偽っているとの印象操作を行った。反主流派ニュースサイトゲートウェイプンデッド上の写真を使い、クリントンの護衛官が発作用のジアゼパム注射を携帯しているとの誤報を流した。後にこれは小型の懐中電灯だと判明した。さらに、クリントンを診断したことがない医療関係者を番組に招聘し、 根拠の薄弱なままクリントンの健康状態を煽るトークを行った。またクリントンが選挙集会で酔っ払い、選挙スタッフが酔いざましをしなければならなかったと陰謀論を展開した。2016年10月、長年にわたってウィキリークス上で囁かれてきたヒラリー・クリントンに関する陰謀論はすべて正しいとハニティは発言した。セスリッチ殺害事件にまつわる。 陰謀論2017年5月ハニティーは、ヒラリー・クリントンと民主党陣営が民主党全国委員会の職員セスリッチを殺害したとする陰謀論を強固に展開した。その直後、右派、左派両サイドから批判を受け、クラウンプラザホテル、自動車販売情報サイトカーズ .com、ベッドマットレス通販、リーザスリープ、金融保険業、ウサー、 室内バイクエクササイズ機ペロトン、ベッドマットレス通販、キャスパースリープなどが、フォックスニュースへの広告執行を取りやめる事態となった。ただしウサーは、広告撤退への抗議の声を受け、再び広告を出稿することになった。保守系雑誌ナショナルレビューは、一連の騒動を、地球平面説を唱える動画に例え、ハニティをはじめとする、陰謀論者が先導する様子を、恥さらしと揶揄し、 戦闘を止めるよう呼びかけた。不正選挙に関するご法2016年大統領選における不正捜査に関しインタビューを通じて偽りの情報を流したとして批判を浴びた。これに対しハニティは2012年大統領選での共和党ミット・ロムニー候補の敗戦を取り上げフィラデルフィアの選挙区1687カ所中59カ所で ロムニーの得票数がゼロだった点を指摘した。しかし FACTCHECK.org とパリタファクトはゼロ投票だった地域では、アフリカ系アメリカ人比率が高いため、ロムニーの得票数がゼロの可能性はあり得るとの、見解を提示した。またフィラデルフィア選挙監視委員のライアン・ゴント・フリーも、ハニティの主張を棄却している。 ロシア介入疑惑2016年大統領選挙中、民主党全国委員会のメールをロシアがハッキングしたとされる事件について、アメリカ合衆国インテリジェンスコミュニティは調査結果を公表した。しかしハニティはこれに対し、懐疑的な意見を述べている。ウィキリークスに対するハニティのスタンスは流動的である。ヒラリー・クリントン陣営及び民主党のメール問題を ウィキリークスが暴露する以前は、ハニティは、ウィキリークスに反対の立場をとっていた。2010年、ウィキリークス共同創業者、ジュリアン・アサンジがアメリカに戦争を仕掛けている。世界各地でウィキリークスがアメリカ市民の生命を脅かしていると、ハニティは主張した。また、アサンジの逮捕に失敗したとして、オバマ政権を批判した。2016年、 アメリカ政府がいかに腐敗し、不誠実でインチキなのかを暴いたとし、ハニーィはアサンジを称えている。2016年9月に行われたアサンジへのインタビューでは、いつの日か亡命が認められることを心より記念していますと述べている。2017年5月、フォックスニュースで自身が司会を務めるテレビ番組へのアサンジのゲスト出演を要請した。2017年2月、 ゲートウェイプンデットの記事を引用したウィキリークスのツイッターをリツイートする形で共和党の重鎮議員でベトナム戦争に従軍経験のあるジョン・マケインを世界的な戦犯と批判した。マケインの広報担当者はこれに対し訂正を要請し後日ハニティは該当ツイートを削除した。ハニティはいわゆる国家の内部における国家論を展開している。ハニティ自身はこれを 影の政府、または、オバマ政権の残党と、古参議院のたまり場と呼び、トランプ政権を妨害する政府関係者の組織として捉えている。しかしその妥当性をめぐって、議論は続いている。2017年3月、ハニティは、オバマ政権時代の官僚や政府交換の追放を、訴えた。保守系コラムニストのブレット・ステファンズは、 ウォールストリート・ジャーナルの論説コラムに寄稿し、ハニティの影の政府論は政治パラノイドの一種だと反駁を加えた。同月、ハニティは NBC ニュースが影の政府の一味だと指摘した。2017年5月にも、ハニティは影の政府と諜報機関が結託し、トランプ政権崩壊を企んでいると主張した。1993年、 ジル・ローズと結婚し、二人の子供がいる。ニューヨーク州ロングアイランド在住。2015年の推定年収は2900万ドルとされる。2014年10月6日、FOX ニュース番組上でピアーズ・モーガンにインタビューした際、ハニティは成人以降の半分以上の年月、10を携帯していると述べた。ありがとうございます。